ディクスミュードは、フランス海軍のミストラル級強襲揚陸艦3番艦。ディズミュードとも言われる。先代の同盟艦は、アベンジャー級越え空母のディクスミュード。本艦は、ミストラル級の先に竣工した2隻とは異なり、すべてが、アルストムイコールアトランティーク造船所で建造が、進められ2010年9月17日に、浸水。 2011年12月に海軍に引き渡され、トゥーロン軍港に入港。翌2012年3月12日から試験公開を開始し、2012年7月27日に駆収駅試験公開中であった2012年3月23日、駆逐艦、ジョルジュレグと共にアタランタ作戦に参加が決まる。2013年1月21日、 マリ共和国への軍事介入に伴うセルバル作戦で、装甲車多数を装備する陸軍部隊を乗せて、トゥーロン港からセネガルのダカール港まで輸送するため出港し、1月31日にダカール港に到着する。在日フランス大使館。フランス海軍、リクスミュードが佐世保に、親善帰港。2015年6月23日閲覧。 ヨーロピアンカウンターパイラシーネーバルフォーセスストレンクサンドバイツーフレンチウォーシップスハットレディクスムドエイケミニューヌイインパートンテフォースブロンデイエイユーマリハットレディクスムドデワークアダカー500ソルダイ140ベイクルありがとうございます